プリーチの、トナー前のシャンプーなんですけれども、やっぱり水を、ね、しっかり溜めて、しっかりねシャンプーをこうゴシゴシ洗ってもさほど取れないので、一番いいのは水につけることですね。それでしっかり薬剤を、洗い落とすのと毛髪内のお水を入れ替えるようなイメージでやっていただけると、次の、カラーのですね色の入り方に影響が出ますので、結構あの仕上がりが変わってきます。ですのでしっかりですねお湯で洗ってあげるのがいいかなと思います。で特に根元側の方が残りやすいんですが、あのそこが残ってしまうと根元が明るくなって色が入らない場合おかしいので、根元こそ取ってあげるのが一番理想かと思います。まあ、こういう風にねもうお湯につけちゃうぐらいの方が、まあ、このようにですね何度もお湯をくぐらせていきながら、まあ、あんまりコシコシ洗うとセカンドカラーの時に頭皮が痛くなってしまう可能性があるので、あくまでもシャンプーっていうよりはシャンプー剤を全体にまんべんなくつけて、あと水にたっぷりですねつけて込むようなイメージが一番いいかと思います。あとこの後の次のトナーに入るときに、だいたいブリーチしてる場合はコームが引っかかって溶かせない状態なんですね。そうすると溶かせない場所が出てきてしまうと、色ムラができます。溶かしてる時間がロスタイムになったりするんで、まあ、皮膜的なものが張ってしまうかもしれないんですが、僕はトリートメントつけてその上にカラーを乗っけるんですけど、速いスピードで色が入らないようにブロックするっていう意味でも、毛先中心にトリートメントをつけてですね、作業効率を上げてスピードを上げれるようにしていきます。なので、トリートメント剤は必要ですね。